近 iPhone に変えたんですけど、 iPhone に変えてこうカメラの画質がめちゃくちゃ良くなってから、街の風景とか、てか風景じゃないにしても物を撮るのがすごく楽しくなって、高画質なので、なんでもう最近はね、毎日そのふらふら歩く街並みだったりとか、落ちてるゴミの写真とか結構撮ってますね、うん、そうゴミ撮ってるんです。僕なんかもうゴミ撮るの楽しくて、なんかそのなんか日常のなんかなんだろう人間のそのなんか積み上げてきた罪っていうか、捨てられ日常ね、その道端に落ちてるゴミイコール捨てられたもの、本当はやってはいけないことじゃないですか。なんかそこのなんかね、なんかこう日本の現代感みたいなものをね、僕は切り取っていきますよ。これはね、現代アートです。まさにそういう感じでゴミの写真とか撮ってますね。あとは何だろう、まあ、食べ物の写真とかも撮りますね。グルメの写真とか、今日撮ったもの、今日食べたものをあの食べたりとか、それこそ僕昨日だったかな、一昨日だったかな、深夜にねラーメン食べちゃったんですけど、まあ、そのラーメンの写真撮ったりとか、さっきもそうなんだっけな、本当に番組始まるね10分前ぐらいに上村優斗からなんか無言でただナスの写真だけが送られてきたんですけど、あいつねなんかねちょいちょい個人 LINE でね送ってくるんですよ、ナスの写真。なんか特に何の発言もなく写真だけが貼られるんですけど、僕もなんかそれに対してうわナスビやんけっていう風に返すっていう、本当にしょうもないやり取りをしてるんですけれどもね、そういうこともあったりしてますよ、うん、やつもね多分ね食べ物の写真撮るの好きだと思います。ありがとうございます。